さて今回はちょっとした検証を行ってみたいと思います。それは何かと言いますと、この崖際に家を建てると一体どうなるのか。ちょっとですね、ここからまっすぐ床をね、つけることができるのか。あとその床を建てた場所から下側、どれくらい行くことができるのか。これね、上は結構制限がありましたけど、下はどうなってんのかなっていうちょっとした疑問があるんですよね。というわけでまずは、キャンプを移動しましょう。ここ、行きますね。ここら辺ね。じゃあギリギリまで。ここら辺がギリギリかな?キャンプを移動。そして、こっからね、作っていきましょう。保管済みの土台、これ使えるかな?あ、置けました。よかったよかった。で、こっから、床をね、伸ばしていきましょう、じゃあ。こちら。あー、空中に浮いてます。これダメか?階段どうだ?あ、来たよ、ほら。ほら、来たよ。わあ。ちょっと待って。これ、上と下。下も可能か。これ、いけるんじゃないの?で、今回、ちょっとした検証なので、本格的な建設はまた、違う動画にしたいと思います。まず、どれくらい下に行けるかですね。ちょっと行ってみましょう。これ、すごいよ、これ。もしかして、一番下まで行ける?その可能性ありますね。これ、どうやって下ろそうかな?こっちでいいか。お、これはまさかの夢の崖にそびえ立つ家が作成可能なんじゃないかな、これ。階段を設置して、床をつける。さらに階段。あ、エリア外になった。ここまでだ。これ以上下は無理っぽいね、今んとこね。やっぱり下にも制限があるんだ。上と下、同じぐらいの高さですかね。制限は。じゃあ次、ついでに上側もね、行けるかどうか。こっちでどうかな?あ、着きますね、とこ。そして、階段。とこ。さらに上に、階段。とこ。こちらも同じ感じで、伸ばせそうですね。あ、これ以上はエリア外ですね。なるほど。こんな感じだ。じゃあ、死んだ死んだ崖際は注意しましょう。じゃあ、アイテムを回収するついでに、下から見てみましょうね。どんな感じか。下から見るとこんな感じ。フロア、2階分ぐらいは作れますかね。高さ的にね。うまくスペースを利用すれば。上の方がちょっとだけ高いかな。どうだろうね。高さ的に。1、2、3、4。床は4つほど置けてますね、下は。上は、1、2、3、4。あ、一緒か。階段分ちょっと高い感じですね、あそこの。なるほどね。じゃあこの崖を利用して今度は、建築。行ってみたいと思います。別の動画か何かで。まあ皆さんもね、よろしければこういった崖際に建築を行う。ちょっとやってみてはいかがでしょうかね。ただ場所がちょっと限定されてしまいますよね。こういう崖際限定。見晴らしのいい場所に作れたらね、相当いいですよね。では今回の検証はここまで。崖下と崖上には建造物が作れる。それがわかりました。ではでは。